めっちゃ燃えとるやん。目がマジだわ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回はやっとカツラに挑んでいこうかと。カツラは炎よね。グレン島ポケモンジムリーダーカツラ熱血クイズ親父。クイズ、あ、かわいい。なんか手前の像メガネかけとんやけどめっちゃかわいい。おーす、未来のチャンピオン。このジムではうおーす第1問。なに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 なんか走ってきた。あ、カツラ、ちょっとカツラさんまだだよ。そうか、え今の親父がグレンジムリーダーのカツラ。なんか真っ先にリーダーがやってきたけど、え、炎のプロフェッショナルだ。それはともかくよく秘密の鍵を見つけたな。ジムへの挑戦を認めよう。このジムではクイズにも挑戦してもらう。まあ楽しんでくれ。ふんふん。ねえ、これめっちゃ可愛くない？いいねいいね。可愛い。何テレビ番組？え、そういう感じ？撮影スタジオですか？この人たちはトレーナーなの？グレンタウンに住む研究員の家族が退屈しないようにカツラさんいろいろ考えてくれてんですよ。え、違う、一般の人？あ、違う。不思議そうにジムの設備を見回している。なんかね、不思議よね。カツラは司会者の腕はあれだが勝負はめっぽう強いぞ。え、司会者の腕はあれなんすか？あはは、カツラさん面白い。トレーナーさん頑張って。あ、見せ物になるわけですね、私は今から。なるほど。僕トレーナーじゃないけどカツラさんが見ててもいいって。優しい、子供に優しいのねカツラさん。え、入れない。あのおばあちゃんに話しかけに行きたいんだけど入れない。話せる人と話せない人がいるのか。何にもないグレンタウン唯一の楽しみよ。確かに娯楽施設なんもないね。今日も熱い勝負とクイズが楽しみじゃの。炎タイプのジムリーダーってのは他にもいるのかい？いや、他にはおらんやろ。てか、それぞれ別々やろ。え、私は今からこの番組にゲスト出演するわけですかね。どうも。どうだ、始めていいかな？まあ、はい。よし、そこに立ってくれ。どこ？あ、なるほど。うおーす、グレンジムがお届けするポケモンクイズ。チャレンジャーには5つの問題に答えていただくわけだ。正解したらカツラさん人形がもらえる。いらねえ。クイズを間違えたら弟子のトレーナーと戦ってもらうことになってるぞ。あ、じゃあ一切弟子と戦わずに、もう、カツラ一人っていう可能性もあるってこと？弟子に勝てたらやっぱりカツラさん人形をあげよう。要は押し付けたいわけやね、カツラさん人形。カツラさん人形を5個集められるかな？お、5個集めんといかんの？それでは早速第1問。問題。ひふきポケモンといえば、ブーバーでしょ。チャレンジャーが答えたぞ。気になる判定は、大正解、当たりです。わかりやすい。おめでとう、カツラさん人形獲得だ。かわいい。なんか思ったよりかわいかった。さて、第2問いくぞ。問題。ポケモンリーグ認定ジムバッジは全部でいくつ？ 8。チャレンジャーが答えたぞ。気になる判定は、大正解、当たりです。おめでとう、カツラさん人形獲得だ。めっちゃ可愛いんやけど、なんか。まだまだいくぞ。第2問？第3問でしょ？ちょっとカツラさん、3問目だよ。あ、びっくりした。イーブリがめっちゃ呆れた顔しとったんやけど。第3問。問題。鋼タイプの技は炎タイプのポケモンに？鋼？効果は今一つじゃない？どうなんやろ、わからん。あー、よかった、当たり。お、これはストレートいくんじゃないの？カツラさん人形獲得。真ん中は最後なんかな、そういう出方。さあ、チャレンジャーこれまでに見事カツラさん人形を3個とも集めているぞ。続けて第4問。問題。技マシン28とはシネシネ光線である。シネシネ光線。技マシン28。何ですかね、それは。全くわかる。でも死ね死ね、え、何あったっけ、そんなの。なんかあったような気もするし、なかったような気もするし。なんやそれ。答えになるのこれは。大正解、当たりです。当たりなのね。おめでとう、カツラさん人形獲得だ。だってね、なんか1個だけ選択肢が。チャレンジャーが集めたカツラさん人形は4個。いよいよラスト問題だ。張り切って答えてくれ。ラスト問題。チャレンジャーアユナが今から戦う相手は桂グレーのジムリーダー、炎のプロフェッショナル、熱血クイズ親父、桂さんかな。あなたです。要はどれを答えても最後は桂との勝負になるということですね。熱血クイズ親父大正解、当たりです。全問正解。うおーす、やったー。弟子とは戦わずに済むわけですね、これで。一発や一発。はい、来た。いつの間に見事5個のカツラさん人形を集めたチャレンジャーよ。いよいよ勝負の時が来たぞ。わしは燃える男、グレン島ポケモンジムのカツラ。わしのポケモンは全てを炎で焼いて焦がしまくる。つわものばかりなのだ。うおーす、やけど直しの用意はいいか。全然用意してないです何匹おるん。ジムリーダーのカツラが勝負を仕掛けてきた。めっちゃ燃えとるやん。目がマジだわ。お、ブーバー。しかしこっちはカメックスなんだな。余裕余裕。あ、でもレベル的にそこまで余裕じゃないかな。この戦いの途中でハイドロポンプでも覚えたいな。あ、混乱した、やめてよ。頑張っていけ、バブル光線。ここは一発で行きたいところ。あー、一発は無理やったか。くそー。水鉄砲。それはケタグリなのか。浅間だったような気がするけれど続きじゃないの、違うの。お、もうちょっとレベルが上がりそう。次くらいで上がるんじゃない。このまんまいくよ。さあ来い。かわいい、ふっさふさやん、ウェンディ。はい、バブル光線。キャー、めっちゃ怒ってる。あー、怖い怖い怖い、やめて。バブル光線。いいぞいいぞ。ちょ、この次もバブル光線でいこうかね。水鉄砲やったらちょっと無理かもしれん。あー、やめてやめて、レベルを上げたいのやめてピンチで泣きそう。頑張れ、バブル光線。これでいけるから。よし、多分これでレベル上がるやろ、きっと。出すか。押してきたー。カメックスレベル50。ぴったりやぴったり。技はあー、覚えんか。お、ゴローンレベル56。やろう、このまま行こう。向こうレベル何歩かな。47か。ちょっととりあえず回復しよう、回復。すごい傷薬。はい、これで回復しておいて、はい、からの、あ、これもなんか強そうやけど、あ、でも炎タイプやけん大丈夫かな。いや、思ったより効いたけどあ、厩舎に当たったんか。なるほど。バブル光線。待って、連続とかちょっと卑怯よ。よろしくないよ、順番守ってあ、でも反動でダメージ結構受けよるよね。いけー、バブル光線。あー、あとちょっと。これは一旦回復した方がいいよね。はい、すごい傷薬。ここで使っておいて、で、あと水鉄砲でいけるやろ。やっぱりその技使ってくると思った。あと1回その技使われとったらね、もうやられとったけんね。あ、これ反動でいけたやろ。ほら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 、やったね。こっちが手を下すこともなかった。お、見る、レベル57。もうレベル60が見えてきたね。はい、このまんまいきます。これラスト。よし、頑張ろう。あ、レベル50おるんかと思ったらおらんのやね。パブリック汚染やったね。まさかの大文字が当たらないという。もう一回パブリック汚染、これでいける。いやー、しかしそんなに効いてない。とどめだ。イエーイ、カメックス1匹でやり通したよ。お、リザードンレベル50やったね。わしは燃え尽きた。さあこれでジムバッジが、お前にこそクリムゾンバッジはふさわしい。やったね、ハイタッチ。アイナはカツラからクリムゾンバッジをもらった。それからこの技マシンを受け取れい。アイナはカツラから技マシン46大文字をもらった。おー、やった。技マシン46は燃える大技大文字。大文字は炎タイプのポケモン。ロコンやリザードに覚えさせるといいぞ。リザードンでもいいですか。何あの、足元のなんかと思ったらカツラさん人形。この技をみんなは大文字焼きと呼んでるが、そりゃ間違いだ。本場では大文字とか送り火と呼んでいるのだ。もうそっち側には入れないの。私は出演者側には回れないの。やったね、ご機嫌。新しいバッジを見てとっても嬉しそう。みんなのコメントは変わっているかしら。カツラさん人形欲しい。かわいいよね、あれ。クイズしてるときね、トレーナーさんの EV かわいかった。ありがとう、嬉しい。クイズの答え1個だけ僕も分かったよ。どのクイズだい。いい勝負だったの。わしまで熱くなった。よかったよかった。あんたも強いね。チームリーダーになるのかい。いいえ、ポケモンマスターになるんです。最近強いチャレンジャーがたくさんで退屈しないわ。でも桂さんの威厳はどうなるの。桂もお主もようやった。まあ、楽しんでくれとんならよきよき。グレンタウンに住むけ、あ、ここはもう同じなのね。なるほど。あゆな、勝ったか。暑苦しいおやじだったな。まあまあまあ、そうね。EV は緊張でヘトヘト。でもまだ頑張れるって顔。まだまだ頑張れるか。さあ、行きましょう。お、久々やん。あ、いたいた。もうグレンジンまで来てる頃だと思ったんだ。桂さんに勝った。そっか、おめでとう。ポケモンリーグに行くにはジンバッジが8ついるだろ。俺今7つ。とすると残りは、やっぱりトキワシティのジムかな。この前留守だったけど。アイナはトキワのジム行ったの。やっぱまだだよな。あれやろ、榊のところやろ。俺もう一度トキワシティ行ってみようかな。まだ榊って分かってないんやっけ、これ。私も行く。待って待って。あ、あんなところに道具を、アイテムを取りに。よいしょ。てかこういうさ、秘術を使って行ける場所もさ、まだあったよね、確か。さあ行きますか。ってかこれあれじゃない、トキワシティまで空渡りやっけ。あれかなんかで行けばいいと思うんやけど、人でもそういう移動の仕方なんや。可愛かった、ちょっと。行けばいいんやけど、とりあえずここもいろいろ通って、行ったっていうことにしたいけん。さあ、どうや。くー、一発で行けたと思ったのに。まあね、この辺のポケモンもおるけんね。ちゃんと通っていきたいと思うよ。やめてよー。はい、お、あー、ダメだー。そう、は、来い、グレート。来い、お、あー、くそ、逃げてしまいそう。逃げたー。なんてこったい。まあ、とりあえず、あ、ここにもアイテム。こんなとこで釣りしてるの。なんか釣れる。お、水の石やったね。よきよき。水の石 EV の他に誰が使えたっけな、全然ちょっと把握できてないんやけど全くもって把握できてない。あ、釣り人めっちゃおるやん。なるほどね。じゃあなんかいろいろ釣れるんやろうな。すごい傷薬。お、もうこの先多分常盤シティでしょう。はい、来たー。あれ、ここはあれだね、行き止まりだねあっちまで行かんといかんのか。はいはい、オッケー。あ、マサラタウンや、ここ。マサラタウンじゃないか、久しぶりの。ってことはちょっと実家に寄ってみたりとか。ただいまお母さん。あいな、少し休憩するといいわ。ありがとう。相変わらず黒いね。よかった。アイナもポケモンも元気になったわね。ありがとう。しげるの家にも寄っていこうかな。あ、大木戸博士にも会っていこうか。アイナちゃん、自分のポケモンに好かれてるかどうか知りたい？あ、知りたい。で、とりあえずピカチュウで。それならピカチュウの様子をちょっと見てみるわね。ふんふん。ピカチュウはあなたのこと大大大好きみたい。お互いを信頼し合ってるのね。やったー。感激やわ。感激やわ。見て見て、これしげるの小さい頃の写真じゃない？めっちゃ可愛いやん。どうした？めっちゃ可愛い。さあ、そして、大木戸博士帰ってきたよ。どうも、お久しぶり。よく来た。ポケモン図鑑の調子はどうかな？どれ、ちょっと、見てあげようか。ポケモン図鑑の現在の完成度は、見つけたポケモン125、捕まえたポケモン67。大木戸博士の評価。ほっほー、こりゃいい。ポケモン図鑑になってきてる。でもまだ67ぐらいなんやな。微妙やね。見つけたポケモンは多いのにな。まあでもあれか。あ、ここからはもうあれでいいんじゃない？秘術で。EV は今にも先に走っていっちゃいそう。やめてやめて。ちゃんといて、ここに。はい、空渡りで。あれ、こっちの方、あ、そっか、まだ行ってないところか。はい、常盤シティへ。シュン。はい、到着。常盤シティ。何、どうしたの？ほっ。何、何？ピカチュウは揺れる花を楽しそうに眺めてる。そんなことかーい。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、いよいよ常盤シティのジムリーダーが出てくるってことかな。グレンタウンあっという間やったしね。他のトレーナーが出てこんかったけん。